はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、今日のバスケの大学のテーマは、ムーバー・ブロッカー・オフェンスというオフェンスシステムを紹介したいと思います。えー、これはね、スリーアウト、ツーイン、センターがインサイドに2人いるときに有効な、えー、オフェンスになります。主にね、マンツーマンを崩すときに使えるオフェンスです、えー。最近のバスケットはね、あの、5アウトとか、4アウト、1インとか、少しこう、 ガードが主体になるようなバスケットが多いと思うんですよね、スペースを広くとって、ドリブルをたくさん使うようなバスケットね、こういうバスケットが主流になりつつあると思います。ただ、昔ながらというか、ですねセンターを2人ちゃんと置いて、インサイドでその子は活躍させるというようなバスケットをしているチームも多くあると思いますし、私は個人的にねセンター2人いるっていう、そういう作り方は好きなので。 私のようにですねセンターを2人しっかり置きたいというチームに対しては、これはとても有効なオフェンスになると思います。ムーバーーバブロッカーオフェンスですねはいということで、ここからいきたいと思いますが、先日こういったツイートをしました、ちょっと見ていただきましょう。ムーバー・ブロッカー・オフェンスですね。センターがインサイドにポジションを取るのは時代遅れじゃありません。最新の3アウト、2インがムーバー・ブロッカー・オフェンスです。 3人が外で動く、これがムーバー、そして2人がスクリーン、これがブロッカーですね。エントリーとしてはかなり使える動きですということで、こちらはですね、私の好きなコーチジョーダンのツイートをですね、引用にしておりますが、こういった動きですね、この動きのところだけちょっと拡大してみましょう。こんな感じですね。はい あのー、スクリーナーが2人いてですね、ボールサイドでダウンスクリーン、そしてヘルプサイドでバックスクリーンというのをこれを繰り返すんですね。で外回りの3人は、あのぐる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 とにかく動くと。これがムーバー。そしてスクリーナー2人がブロッカーということで、えーまあ、インサイド2人をですね、スクリーナーに使って、こう、ずっとこう時計回り、または反時計回りに外回りが動いていくということですね。でこれでチャンスメイクをしていくという動きになります。 えーまあ、このオフェンス自体はです、ね、最近、NCA とかでよく見られるんですけれども、うん、最初は、まあ、確かあのバージニア大学の、ねえー、が一番最初にやったとっいうような話ですしあと、えー、最近だと NBA はポートランドトレイルブレイザーズがこういうモーションフェンスをしているように記憶しています、まあ、いずれにしてもです、ねえー、比較的単純なエントリーで、えー、インサイドをしっかり使っていくという意味ではあの使える動きかなというふうふに思いますので。 ぜひ最後まで、ね、ご覧ください、えー。目次3つ用意しました。えー、と基本形をまず教えて、ですねでそしてオプションをお伝えして、えー、そして練習方法をね具体的に練習するときどんな風にするかというアイデアを共有できればと思います。はいではまず基本形ですね。はい、ではここから画面を、えー、こちらの作戦板に切り替えますね。スリーアウト、ツインということで、こちらセンターが2人、ねえー、ここがまあインサイドのこと、これがまあブロッカーですね。スクリーンになる。 で外回りが3人という、こういう3アウト、2インの状態だと思ってください。それでですね3人がムーバーということなんで、ここがですねずっとこう3人がぐる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 こう動くという,こういうイメージなんですね。そしてえ2人がブロッカーということで、この2人に対してスクリーンをこう。 かけていくというようなそういうイメージになります。まあ、これがねムーバーブロッカーということですね。えー、具体的に見ていきますね。えー、まずはですねこちらの方で、えー、とハイとローに行くんですが、ボールがこっちにあって、半分から、ね、こっちの方がまあボールサイドとで、逆がヘルプサイドというふうにしたときに、このボールサイド側にですねまずねローポストが立ちます。ボールサイドはロー、ボールサイドはローですね。はい、それから えー、ヘルプサイドの方はハイポストヘルプサイドはハイポストというふうに立つのが基本なんですねはい、それでボールサイドの方はダウンスクリーンをするということでこれどういうことかというとまずここですね、えー、こういうふうなスクリーンを上から下にスクリーンしてこれをこう使うというこういうスクリーンですねこのボールサイドの方でこのダウ,ダウンスクリーンをしていくというふうになります はいいよろしいですかね、えー、一方で、ヘルプサイドの方はバックスクリーンということなんで、この逆サイドの方は、こういうふうにして、こういうスクリーンを使うということになります。はい、でこれでですね、えー、とぐる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 と動くんですけれども、ね、時計回りに回るということなんですが、この3番がこう回るし、 2番がこう回る。で、1番がドリブルをしていくっていうふうに考えると、これぐるぐるっと回るの分かりますかね、えー、もう一回書き直しますね。ボールサイドの方はダウンスクリーンをします。ね、こういうふうに。で、ここにまあパスができるかなっていうのをまあ狙うわけですね。と同時にこちらの方のヘルプサイドはバックスクリーンをしてこういくと。ね。で、ここにパスができるかなっていうのを狙うということで。で、ボールマンはこれに伴って、 人を動かしますけど、こうなって、こうなって、どちらもパス入らなければ、ドリブルをして動いていって、で、またパスを飛ばすと。ポンと。そしたら、これどうなるかっていうと、今度こっちがまたダ,ダウンスクリーンしてぐーっと来ると。で、こっちもバックスクリーンしてぐーっと来るというふうにして、で、パスがなければドリブルをして上がって、 ここに落としてっていう、こういうふうにぐる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 こう回っていくっていう、これがまあムーバーブロッカーの基本ですね。はい。こうするとまあここがギューンと来て、こっちもぐーっと回って、そしてこれボールマンもこう行くと。で、パスを出したら、また今度、こう、こうっていうふうな感じで、ここがもうぐる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 回ると。ぐる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 回ると。こういうオフェンスですね。 はいまあ、こういうふうにすると、どこかしらでエントリーとしてパスがまあ入りやすい。例えば、ダウンスクリーンをしたところにパスが入って、ここからインサイドにローポストを入れて、ここで1対1勝負とか、または、ね、ディナイをされている、こういうところ、ディナイをされているところに対して、バックスクリーンをして、一発で引っ掛けて、ここでイージーシュートにつながるとか、まあ、こういうふうに、あのー、いくつもまあチャンスがあるということになります。も、まあ、もちろん逆回りリバースも、OK、で 例えばこれはね、ダウンスクリーンしました。グッと上がってきました。こっちはこうして、ドリブルをして、もちろんこっちにこうパスをしたらですね、同じ周りになりますよね。同じ周りになるんですけども、もちろんこれ逆回りでもできるということで、例えばここからこういったときに、どこにもパスが入んなかったとしますよね。ここまで行って、どこにもパスが入んなかったら、この逆にこっちが。 ダウンスクリーンをして、バックスクリーンをして、ね、こっちのパスをこう狙うというようにこう逆回りしても OK です、ね。必ず時計回りじゃなくて反時計回りでも OK。どちらにしてもああの、えー、状況に応じて、ボール側はダウンスクリーン、一方はダウンスクリーンね、もう一方はバックスクリーンっていうこの約束だけ守ってもらえれば、えー、この動きはできるということになりますね。これがまあ基本的な動きということになります。で オプションなんですけども、まあ、これはね、スクリーンの使い方ということになると思うんですが、えー、オプションとしてね、えー、はい、えー、2つ目の目次、オプションとして、まあ、これはスクリーンの、ね、使い方っていうことになるんですけども、まずダウンスクリーンの方、えー、もうちょっと細かく見ていきますね。えー、例えば、ボールがここにあって、こっち側ですね、ここのダウンスクリーン、これをこう使うと。 いう動きですねこれに対してちょっとお話をしていきますが、まず1つ目はレギュラーカットといって、今紹介したように普通にこうスクリーンに行きます。でこれをまっすぐ使って、ここでもらうという動き。これレギュラーカットですねで。これに関してはここでシュートを打つこともできるし、スクリーンした後にインサイドにパスをすることもできる。これ一番簡単な、基本的なもらい方ということになります。でもう1つはねカールカットですね。カ、えー、カールカットこれ ダウンスクリーンします、ね。ディフェンスがここに来ていて、レギュラーをしていったのに対して、ディフェンスがそのままこうついてきたと。こういう時はですね、カールカットといって、ぐるっと回る使い方をするんですね。スクリーンしました。ぐるんと回ると。そうするとここにこうパスが入りやすくなるということになりますので、こういうカールカットをするということも考えてもいいかもしれません。はい、ディフェンスがタイトな時は、ぐるっとカールカットをするということですね。 でもう一個はバックカットで、はい、ダウンスクリーンしました。使おうとしたら、もうディフェンスがもう先回りしているという時は、裏に切れて、ここで下でもらうということですね。これが三つ目の使い方、バックカット。うん。それともう一個は、えー、ポップバックといって、えー、コーナーに抜ける動きですね。スクリーンしました。こういこうとしました。そしたら、このスクリーンーのディフェンスがこういて、ユーザーのディフェンスがこう、間を通ろうとした。 そしたらこの瞬間こっちに抜けると、ですねこ,れこういう山なりのパスを受けるとノーマークになるというこれポップバックというんですね、まあ、なので、えー、レギュラーカット、カールカット、バックカット、ポップバック、この4つをですね使い分けられると、まあ、ダウンスクリーンの使い方としては非常にあのうまく、えー、いくと思います。それともう1個はね、えー、スクリーナーがチャンスってこれも覚えておくといいと思いますね。ね例えば、ディフェンスがこういて。 ディフェンスだ出しましょう。ディフェンスを出しましょう。よいしょ。はい。こっち向いてね。えー、っと、1番には1番の。4番には4番イディベンダー出しますね。えー、例えば、スクリーンしました。ねうん、ボルコですね。で、レギュラーでカットしました。その時に、スイッチしましたってなると、これパス入んないですよね、こはね。うん。だけど、これスイッチしましたってなったら、こっちが開くんで、ここにパス入ることはありますね。 という、これをですね、ぜひ覚えておくといいと思うんですね。えー、もう一回いきます。こういうふうになってます。スクリーンしました。ね、ついてきますよね。でこれ、レギュラーで使います。その時に、スイッチをしました。そしたら、こっちが開くという、ここのプレイは覚えておくといいと思います。はい。えー、または、カールカットの時も、この状態からね。逆、逆だ。 えっと、よいしょ、こうですね、ビッグマン、こっちね。えー、ダウンスクにしました。ね、ダウンスクにしました。はい。で、カールしました。ギューッとカールしました。で、これに対してスイッチしました。そしたら、これフラッシュすれば、ここがノーマークですよね。こういうふうにスクリーンな壁になった人がチャンスっていうのは、絶対覚えておいた方がいいと思います。えー、後に紹介しますけど、まあ、2対2やったりするときに、ぜひこういう形でね、えー、チャンスを作っていくっていうことを考えるといいかなと思います。 はい、それとですね、えー、と今までがダウンスクリーンの紹介なんですが、次にバックスクリーンの話ですね。こ、え、のー、こっち側の話をしますね。はい、えっ、ー、と、バックスクリーンの時は、まず一つ目はバックカットということで、これスクリーンが来ました。そしたらこっち側を切れていく。ね、えー、これパスがちょっと難しくなりますけど、これ通ればレイアップになりますから、まあ、こういうバックカットをまず狙うということになりますね。それに対して、 スクリーンしました。バックカットに行こうとしたときに、ディフェンスがもう先回りしたら、これフロントカットをするということで、最初に裏をやって、そしてフロントカットを狙っていくっていう、まあこういうようなね、えー、まあ使い分け。最初にバックカットを狙って、ディフェンスが動いたらフロントカットっていう、この順番でね、後出しじゃんけんをしていくとうまくいくかなと思います。それともう一個は、えー、とフレアですね。フレアの動き。これは、先ほども、 やりましたけどこういう時にディフェンダーがここにいてね間を通ろうとしたこの時はですねこの中に行くんじゃなくてこのコーナーに抜けてしまってこういうところでシュートを打つという風にするんですね、まあ、これを使えるとかなりいいのでまずはバックカットそれからディフェンスに応じてフロントカット またはフレアに抜けるこの3通りをですねバックスクリーンでは覚えておけばいいんじゃないかなというふうに思いますえそれともう1個ですねえやっぱスリップするということをバックスクリーンでは覚えておいてほしくてこれもディフェンスつけますね5番2番のディフェンスバックスクリーンしましたねでこれグーッといってついてきましたそしたらこの,このディフェンダーがですねやっぱりちょっとこっち気になるんですよね うん、動いたとこ気になるんですよ。その瞬間にこれ飛び込むと。これスリップって言いますけど、こういう動きができると、えー、バックスクリーンは特に有効になります。これスクリーンしました。動きます。動きます。の時にパッとこっち飛び込むと。まあ、こういうスクリーンスリップですね、えー。これをぜひ覚えておくといいかなと思います。こういって、こういって、 これも、ね、えぜひ覚えておくといいかなと思いますので、えー、やっていくということですね。またはあのー、近ければオンボールピックに行くっていうのをこのバックスクリーンでいいと思いますね。このボールマンがここにいてですね、こうスクリーンしていって、まあ、これ抜けますよね。その時にここが近かったらそのままオンボールに行くっていうのもあっていいと思います。はいまあ、こういうところをですねあのムーバーブロッカーの動きの中で、えー、全体の動きの中でね、 えー、バックスクリーナーはやっていくと、例えばここでボール、ダウンスクリーンすると、ダウンスクリーンしていく。で、こっちでバックスクリーンして、こういく。の時に、ここで、さらに近かったらピックに行くというような、こういう動きの中で、こういう動きの中で、ここへ行くというようにしていくのも、また面白いかなというふうに思います。はい。まあ、こんなところがですね、えー、とスクリーンの使い方のオプションというところでお話でございました。はい。 では続いて3番最後練習方法ですね。練習方法はですね、まあ、あの非常に今まで話をしたことをそのまま練習していただければいいんですけども、まあ、2対2プラス1というような方法をおすすめしたいと思います。よいしょ。はい、ま,あ、まずあの練習としてはこういう感じでですね、ボール持ってるのは、ここはコーチの人が、またマネージャーとかね、先生がボール持って、まあ、選手が並んでもいいんですけど、そしてこの形で、 ディフェンスがこういる形で2対2をすると。で、こっちの人がパスを出す。で、こ,この練習をと,とにかく繰り返すという形ですよね。で、スクリーンをして、さっき言ったようにレギュラーに曲がるのか、それともカールカットするのかとかっていうのをディフェンスの状況に応じてやっていくということですよね。あと、バックスクリーンに関してはえ逆側でこのこっち側ですよね。 こういう状況、ツーガード的な形でハイポスト。この形からバックスクリーンして、バックカット、ね。またはディフェンスに応じてフロントカット。フレア、スリップっていうこと、この辺を判断するために2体に行う。で、パッサーがここにいるという、この練習をね、ボールサイド、ヘルプサイド、ね、ボールサイドのダウンスクリーン、ヘルプサイドのバックスクリーン、これを繰り返していくと、まああのー、いい練習になるんじゃないかなと思います。で、最初のうちは、最初のうちはやっぱり慣れないうちはですね、 えー、これは2対0のドリルでやるとシューティングドリルでやっていくと空う,う動きで一通りのね、えー、フレアのシュート練習それから、えー、カールカットとかさっき言ったような動きをそのままシューティングドリルとして、えー、やっていってですね、えー、それであの慣れてきたらディフェンスをつけるというふうな練習をしていくといいのかなというふうに思いますはいということでまとめていきましょうムーバーブロッカーオフェンスですけれども、えー、もう1回ね、えー、とこちらの方を見ていただいて。はい あの私のツイッターの方ではですね、こういったものを、えー、いろいろとアップしてますので、もしよかったら見てみてください。またね、ブログの方にもですね、えー、記事をまとめたりしてますので、あの下の説明欄にいろいろリンクが貼ってありますので、そちらもぜひね、見ていただければと思います。えー、ムーバーブロッカーオフェンス、今ね、お話しした通り、ボールサイドの方はダウンスクリーン、ヘルプサイドの方はバックスクリーンということで、外回りの3人がぐるぐる動くエントリー、まあ、いろいろね、チャンスがあるんで、まあ、こういうようなオフェンスの入り方、えー、センターが2人いる場合は、こういうね、 オフェンスの入り方いかがでしょえっとまとめとしてはあのまず基本形のお話をしましたそしてオプションスクリーンの使い方のお話をしましたそして最後練習方法は2対2プラスパッサーというのがいいですよとそんなお話をさせていただきましたので、えー、どうぞよろしくお願いいたします はい、ありがとうございました。このチャンネルではですね、いつもこういった感じで、バスケの指導者の方の悩み解決になるようなお話をお届けしております。ぜひですね、このチャンネルの登録をしていただいて、またグッドのボタンを押していただいて、バスケの大学に入学したつもりになって、次の動画でお会いしましょう。過去の動画もかなりの本数がありますので、きっとね、あなたの悩み解決になるようなものが揃ってるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ見てみてください。 最後にお知らせを2つさせてもらいます。1つ目は無料のメルマガ講座です。バスケの指導者の方のお役に立つようなお話をですね、メールで直接あなたにお届けをしています。最初の1つ目で練習メニューの作り方という特典の動画もプレゼントしていますので、ぜひそれだけでもお受け取りください。下の説明欄にリンクが貼ってあります。 それともう一個ですね、こちらの YouTube、メインチャンネルとは別に、いわゆるサブチャンネルの方でラジオ放送をやっております。そちらは毎日、朝ですね、毎朝放送をしてます。音声だけでバスケの話が聞けるという、学びになるチャンネルをやってますので、バスケの大学、ラジオ局の方もぜひですね、覗いてみてください。下の説明欄にいろいろな、あのー、リンクがありますので、そちらも見ていただけるとと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。三原学でした。それではまた。